皆さんこんにちは、チューリップです。今日はこちらハイバブルポリエステル100 の、 あのエコタワシとか作るのに使う毛糸で、韓国で人気の毛糸だそうです。ネットで人気があるみたいで今回買ってみました。ちなみに結構大きくてですね、1玉約 90g で 215m あります。で、あの1玉の値段がちょっとお高めで、1玉、649円です。あの楽天市場とかちょっとネットだと安くなってるところもあります。私は楽天で買いました。色数がすごく豊富で、結構くすみカラーとかもあるんで、いろいろ作るのにいいなと思います。今回はこの2色を選んでみました。44のカラーと、こっちが4番です。4ばっかりで、今日はですねこちらハイバブルを使ってマリネズミを作ってみようと思います。ではやってみよう。リステッチングフープをつけます。12センチのものを使います。この針の部分をこちらハイバブルで作ってトゲトゲにして、体の部分はいろいろ使って素材の違いが面白い作品になるんじゃないかなと思います。フリステも通ると思うんですけど、パンチニードルでやった方が多分早いと思うので、パンチニードルでザクザク仕上げていきます。なのでスタンドは1段、2段、スタンドを2段重ねてフリーステッチングフープ12センチを乗せます。これでやっていきます。ではまずこちら体の部分から作っていきます。いろいろのホワイト、こちらを2本取りにして毛糸の中と外を取ります。針の長さは1コマだけつけておきましょう。まずハリネズミのここの部分、体刺していきます。耳と足は後にします。体からいきます。スッと刺して、こんな風に輪郭が刺せたら次は中に進みます。パンチニードルはこうやって早く刺せるのがいいですよね。刺し始め、刺し終わりは根元から切ります。まず体が刺せました。表見てみます。じゃん、もこもこが出来上がってます。これをループカットします。カーブバサミ使います。まず輪郭をこうやって刃で押して輪郭を調べて、バッサバッサ、この図案の形に整えていくイメージです。糸くずはハンドクリーナーで吸うとお掃除が楽です。
でこんな感じで形が整ってきたらカットワークバサミで細かく細かくカットしていきます。刃先がよく切れるのでこういった最後の微調整にカットワークバサミは便利です。はい、こんな感じ、白いエビフライのような感じで出来上がりました。次は耳の中と足ちょんちょんとここをピンク色で作ります。細かく刺してください。はい、耳と足ができました。繰り返します。こんな感じです。ではこれをループカットで形整えます。バッサリ切って大丈夫です。ハリネズミの耳の中と足ができました。耳の外側を作ります。いろいろ毛糸の2本取りです。では外側ここぐるっと刺します。往復します。はい、ループカットをします。
カットができました。こんな感じです。ではお楽しみのハイバブル使ってみます。ハリネズミの針の部分をハイバブルの2色混ぜた感じで作りたいので、1本ずつ出しまして、ハイバブル2本取りにしてザクザクさせていきます。これがやりたかった、針の長さも一番長くしちゃいました。一番長い針コマ全部取って一番長くして、そしたら多分すごいことになるんじゃないかな。じゃあ倒します。これで、ではハイバブル刺していきます。ちょっと思って気になりますよね。見てみましょう。今こんだけ、じゃん、おー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 、うんうん、いい感じ。このまま刺していきましょう。はい、刺せました。すでにキラキラしてて綺麗です。ほら綺麗。では表見てみます。じゃん、あー、これはイメージ通り、イメージ通りのハリネズミができてます。キラキラしてる、かわいいです。ハリネズミはトゲトゲしてるのでループ切ろうと思います。長さは変えないように気をつけて、このループだけこうやって、手間ですがここは最後の仕上げで頑張って切ってみましょう。くれるのでこうやってザクザク切っても大丈夫です。はい、こんな感じでカットもしました。このカットもしました。では、目と鼻をつけていきます。はい、では図案の目の位置に針をブスッと刺して表から出します。そして目のビーズを通してえりつけます。つぶらな目の方が可愛いのでちょっと小さめを選びました。埋まりすぎて目が見えないなって時は周りの毛糸をカットしてあげるといいです。後ろで玉止めします。ピー、次は鼻を縫い付けます。同じように後ろのこの
鼻の図案のところに針を刺してビーッと出してきます。そしてこの鼻のビーズをつけます。こんな感じ で横向きにつけてあげる感じにすると鼻らしくなります。後ろでくくっておきます。ハイバブルのハリネズミできました。こちらをブローチに仕上げていきます。